おはようございます、カウパパです。今ね、4時48分ですね。暗くてよくわかんないと思うんですけど、ここは中房温泉の登山者駐車場ですね。第一駐車場、あのトイレがある方、今からですね、登山口に向かって、歩いていきたいと思います。あいにくね、まあ、暗くて何もわかんないと思うんですけど、結構雨降ってんですよね。あの悪天候を承知で来たんですけど、まさかこんな降ってるとは正直思わなかったんで、まあ、車の中で行くか帰るか迷ったんですけど、まあどっちみち汗でびちょびちょになるんだから行っちゃおうと、まあ、いうようなことで、つば九郎登ってきたいと思います。5時33分だいぶ明るくなってきました。つってもね、映ってる画面で映ってるよりもはるかに暗いと思うんですけど、晴れてらね、とっくにライトなんかいらない時間なんですけどね。いや、雨は降ってるわ、湿気はあるわ、ダブルパンチだね。しゃ、いやー、これはコーラ飲みてえよな。うん、5時49分ですか。いや、よいしょ、はい、第一ベンチ。はい、あー、ケーブルのとこやってきた。でもね、雨の降りが強くてね、ちょっと考えどこです。なんかね、まあ、天気予報通りっちゃ通りなんだけど、だいぶ雨が強くなってきましたね。ちょっと今日は考えた方がいいかもしれませんね。とりあえず第二ベンチまで、まあ、時間的には標準タイムで来てるんで、まあ、特にあの支障はないっちゃないんですけど、この雨がね、やる気をそぎますね、これ。はい、なこと言ってるうちに第2ベンチです。いや、当然誰もいないね。
今日はね、別に、若干膝が痛いぐらいで体調に問題はないんですね、2人とも。ただね、ちょっと雨の降りが強くてね、今6時半かな、この先天気がどう変わるか分かんないんですけど、ちょっとね、楽しい山登りとも言えなくなってきてるんで、ここで今日はですね、一旦降りますね、長草温泉まで降りて、でちょっと、別の楽しみを見つけてですね、休みをエンジョイしたいと思います。7時半ですね、登山口戻ってきました。帰りは第2ベンチから1時間ぐらいだね。かなり雨が強い、台風並みとまではいかないけど、とにかくね、あったかい服を着てあったかいものを食べたいですね。安曇野市内でなんか買い物して帰ろうかと思います。